うどんと、あとは好きな野菜たちです。はい、でうどんはその半玉使っていきます。うどん袋ごと切っちゃいます。こんな感じで切りました。でちぎってこれは置いてきます。お湯で茹でたりするのちょっとめんどくさいなって方は、こういうね平たい耐熱皿にもうねこうやってうどん置いてレンジでチンします。うどんレンジで温めたら、今回ねサラダうどんで冷たい方が美味しいので、このうどんを水につけておきます。野菜なんですけど、私はこのねブロッコリーとかレタスとかはもうねすぐ食べれるように冷蔵庫で保存してるんですね。なんでこれを使っていきたいと思います。あと弁当でチョップドサラダ作った時に一緒にね切っておいたこのキュウリとパプリカもあるので、今回は使っていこうと思います。で今回アボカドも使っていきます。アボカドね切るのめんどくさいっていう方はもうアボカドは省いちゃって大丈夫です。今回私はねアボカド食べたい気分だったんで入れます。ゆで卵もねあるので乗せていきます。ゆで卵をまあ作っておけばすぐね食べれるんで便利です。ソースはごまドレッシングとめんつゆを使っていきます。なんかこのドレッシング減塩ごまって書いてたんで買ってみました。めんつゆとごまドレッシング1対2ぐらいの割合で入れていきます。さっき冷やしておいたうどんを入れます。産地はもうめちゃめちゃたっぷりのせます。うどんがね少ないんで、こういうね野菜でかさ増していきます。アボカド、野菜だけじゃなくてこのツナを入れてきます。鶏肉でもいいんですけど、ちょっとね鶏肉だと調理がねめんどくさいので、まあ、ツナでもね全然いいと思います。最後に卵を乗せてサラダうどん完成。野菜いっぱい入れた方が美味しいけど、もっとね簡単に作りたいっていう方はツナと、まあ、レタスぐらいあれば全然美味しくできるので、それだけでもいいかなと思います。今から作るやつは結構ね動画でも登場してるんですけど、まあ紹介していきたいと思います。まずね豆腐は温めるのと温めないとでは全然違うと個人的に思ってるので、温めるのがポイントです。温めたら結構ね水がね出てくるんですよ。なんで水気を取ります。そしたらここにキムチ、あと納豆で、この海苔をかけます。最後にねごま油もかけます。これも結構ポイントです。キムチ納豆腐の完成です。やっぱり豆腐を温めるのとごま油、これが美味しくなるポイントです。次はレンジでできるオムライスを作っていきます。でもいいんですけど、まあ、鶏肉だと火が通るのに時間がかかっちゃって、ハムとかソーセージとかもおすすめです。オートミールが浸かるぐらいの水を入れます。
塩を入れます。で混ぜて、そしたらまたねラップしてさらに1分加熱します。こんな感じです。今じゃあ最後にこの上に卵をのせます。したいなって時にめっちゃおすすめのレシピです。これだけやったらちょっと少ない。